すっごい私も知らなかった歌ですごいのメロディアスな1960年代のですね、広田美恵子さんという方の曲で、人形の家というのがあるんですが、まあ、これは、コメコモグラムのカルス・モリキシーさんもカバーしている曲で、すごくメロディアスな曲をですね、頑張ってやってみたいなと思います。You are